新井様は住友信託銀行、現在の三井住友信託銀行、バークレイズグローバルインベスターズ、現在のブラックロックジャパンでご活躍後、大病とリーマンショックをきっかけに現在の金融市場の在り方に疑問をお持ちになり、2008年株式会社カバクラ投信を創業されました。2015年には NHK プロフェッショナル仕事の流儀にご出演、2018年株式会社ユーモを設立され、新しい通貨ユーモを用いた実証実験を沖縄県内を含む全国で開始されています。共感が資本となる新たな経済圏を作り、お金から人間を解放するという壮大な挑戦です。それでは新井様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。1時間ほどいただいてですね、少しお話をさせていただけたらというふうに思っております。今ご紹介に預かりましたユーモの新井と申します。ちょっと、一番最初のトップページはですね、これ今年の8月ですかね、沖縄に来た時にセーファーウタキからですね、写真を撮ろうと思ったらちょうど虹がかかってたもんですからね、それでちょっと今日はトップページに持ってこさせていただきました。金融そしてですね経済の視点から少しお話を申し上げたいな、そういうふうに思ってます。もう自己紹介の方はもうご紹介いただいたので、せっかくなんで皆様できればNHK のプロフェッショナル2015年に出ておりますので、ご覧になっていただけるとありがたいかなと、そういうふうに思います。で、もう見られている方もいらっしゃると思いますので、ちょっとトリビアだけちょっとお話をさせていただきますと、その当時ですね NHK やらせの問題で引っかかってたもんですから、私が NHK のプロフェッショナル出た時にはですね、全くやらせがございませんでした。ですから私サイドの方からですねしっかりやらさせていただいたのがですね、こう洋服を見ていただくとですね、上着がみんなパタゴニアになっておりますね。環境のために、活動されている方々を応援するために上着がですね、私以外の方々もパタゴニアになっているということをちょっと見ていただけたら嬉しいかななんて、そういうふうに思ってます。ユーモという新しい会社、今ご紹介預かったところですけれども、せっかく沖縄でこうやって講演させていただくものですから、ちょっと沖縄バージョンでちょっと紹介をさせていただきますと、ちょうどですね今日も会場にいらしていろいろ日和さんから昨日伺ったものですからね、出来たてほやほやなんですが、ね、沖縄といえばユイワール、私が鎌倉投信という投信会社を設立した時にユイ2101、つまりユイマールのユイですね、そこと、2101年、つまり22世紀のための投資ということで作らせていただいたんですが、そのユイマールとですね、あと沖縄にはですね学びましてモアイというのがございまして、モアイって最初に言われた時にですね、私小学校の時のあだ名がモアイだったもんですから、そっちかなと思ったんですけど、違うんだと言われましてね、これはいい仕組みだねということで、ユイマールとモアイをこう掛け合わせてユーモという形で覚えていただけるとありがたいかな、そういうふうに思います。人を結びみんなの財布になる新しいお金を作ろうということでユーモは開始しました。それを共感資本社が共感を資本にできる社会を作っていこうということでですね、活動を開始してますのでよろしくお願いいたします。早速なんですけども SDGs に入るんですが、まずはね今年の顔ということなんですが、皆さんね、今年のタイムというアメリカのですね雑誌の、今年の顔としてですね選ばれたのがグレタさんということで、ちょうど今ニュースになっているところだと思います。グレタさんは何をやっているかということなんですけれども、彼女はスウェーデンの、この映像だと15歳、今ちょうど16歳になったところですかね、彼女は40カ国以上で今どんな活動をしているかというと、気候
候変動、ね、気候のための学生ストライキっていうのをやってます、ね、有名な言葉があるんですが、あなたたちは子供を愛していると言いながら子供たちの未来を奪っているというのが彼女の大きなメッセージです。こんなことやってる暇ないんですよ。つまり学校で勉強してる場合じゃないんです。環境問題というのは大人以上に子供たちにとっては重要な課題です。なんでかって言ったら、今ちょうど100年時代って言われますよね。100年生きるんです。彼女たちにとってみればあと80年以上この地球で生きなきゃいけないんです。その中で大人は何もしてないって言ってるんです。なんで大人は何もしてないって言うかって言ったら、私今年51なんですけど、サラリーマンになった1992年から全然変わってないって言ってるんですね。1992年リオサミットで行われた伝説のスピーチと言われているもの、変わってないんですよ。同じことを言ってるんです。あなたたちは子供を愛していると言いながらって同じことを言ってるんです。だから変わってないでしょって言ってるんです。国連にいる人たちに向かって言ってるんじゃないんです。すべての大人に対して言ってるんです。彼女、地球は一個しかないんです。少なくとも皆さんはいきなり宇宙で生活することもできないんですよ。この事実に向き合ってくれる人なのかそうじゃないのかっていうことを彼女は問うてるんです。 SDGs がなぜ必要なのかといったら、ちょうど新聞の記事にもなりましたけれども、今まさに社会は行き過ぎた資本主義と言われています。富は偏在し、ほんの一部の人たちの富が地球の人口の半分ぐらいの富と一緒である、そんな時代です。富の偏在の象徴、皆さんが一番わかる名前はビル・ゲイツでしょう。ちょうど昨年ですけれども、関西の財界セミナー参加しているときに、大阪大学の先生がこう言ってました。なんで富は偏在するか分かりますか。簡単ですよね。皆さんがよく知っているビル・ゲイツ、彼が富を持っているのはよくご存知の通りです。彼もお金を運用しようとしていて、世界中から優秀なファンドマネージャーがやってきます。年率 10% を下回ることないんですよ。そうするとビル・ゲイツは少なくとも1日あたり100億以上を消費財で使わない限りお金が減らないんです。この地球上で1日あたり100億消費財ですよ、なくならなきゃいけないんです。消費しなきゃいけないんです。投資しちゃダメなんです。残っちゃうから。残らないようにする、無理なんですよ。だから富は偏在するんです。そういうふうに先生がおっしゃられてました。その通りだなと思います。でもビル・ゲイツは今社会貢献事業をしています。
でもウィル・ゲイツの富だけでは社会課題は解けないんです。これは残念なことであり、そして希望でもあります。社会というのはここにいる皆さん、そしてこの会場外にいらっしゃる皆さん、みんなが手を取り合って変えようというふうに思っていただかないと変わらないんですよ。ですから小さい大きいじゃないんです。皆さんが社会はそっちの方になった方がいい、行動し始めた瞬間に社会というのは変わっていくんです。なぜこんなに環境問題が解くのが難しいんでしょうか。人って目に見えるものをね、どうしても信じる傾向があります。なかなか見えない、そういったものはわからない、数字にならないとわからない、そんなの嘘だろうね。アメリカに、まあ、わがままなトランプ君というのがいるわけですけど、そのトランプ君はそんなのわからんだろうって言うわけです。皆さんは目に見えるもの自体をあまりにも信じすぎています。皆さん、あの目に見えない状態になったら一体どうなるのかっていうことがイメージできますでしょうか。ここの電気が例えば真っ暗になったとします。その時に、ね、非常口っていう明かりも消えたら皆さん行動できます？これは体験してみないとわからないですよね。もし可能であればダイアログインザダークっていうところがあって、そこで体験することができるので行っていただくといいと思うんですけど、真っ暗になった瞬間に視覚障害者の方の方が圧倒的に有利です。なんでか分かります？分かりますよね。彼ら彼女らにはそれが日常だからです。健常者の人たちはパニック状態になります。どれだけ目に依存した生き方をしているかっていうことに気づく機会がないんですね。じゃあお前はどうなんだっていうふうに言われるかもしれませんが、私はあの視覚障害者のスキー指導をしているので、あのよくわかるんです。アイマスクしてゲレンデ滑るってすごい怖いことですからね。そういったものを体感しないとなかなか人は気づけないんですね。じゃあ本当に大切なものは一体何なのかということになるんですが、よく講演で申し上げるんですけれども、人というのはどうしても分かりやすさが優先してしまうってことですね。人は何で生きるんでしょうか。単純ですよね。幸せになるために生きるんですよね。私はずっと金融マンでやってきましたけれども、どうも幸せになるために生きるはずなのに、生き方がなんかお金のために生きるようになっていくわけですよね。私は NHK のプロフェッショナルという番組に出た時にその中でも言ってますが、私はすごく貧乏な家庭で生まれました。母親が身体障害者だからです。で、父親が交通事故に遭いました。だからお金に苦労したんです。だからお金があったらもっと幸せになれたと思ったんです。だから外資系の金融マンになったんです。何千万何億って稼ぐ人たちの周りの中で僕は仕事してた。でもそこにいる人たちは
別に幸せそうじゃなかった。幸せそうなとこなかったんですよね。つまりお金が幸せにしてくれるというのは幻想でしかないんです。人は幸せになるために生まれて、そして生きているんです。お金は手段であって目的ではないんです。世の中の多くのことというのは手段と目的を履き違えた時に生まれます。優秀な人にノルマなんかは与えちゃダメですよ。優秀な人はね、手段を目的化するの得意ですからね、まっすぐそのまま向かっていきます。お客様なんかどうでもいいんですよ。ノルマを達成すること自体が目的ですから。なぜならば自分の評価は全部そこで決まるということです。そういうふうになると愚かな方向に行く。これ順番おかしいですよね。なんでこの順番がおかしいのか、人間が気づけないのか。単純ですよね。お金というのは客観性があって比較可能で、人をねじ伏せる力があるからですよ。それに対して幸せというのはみんな違っていて比較ができなくて、人を説得できないからですよ。だからいつの間にかお金さえあれば、ね、年収1000万以上あればとかいう議論になるわけです。会社の経営も一緒です。そのままスライドしてください、横にね。会社っていうのは神様がやってるわけじゃないですよ。組織がやってるわけじゃないですよ。人の所詮営みです。にもかかわらず利益が目的、ありえないでしょ。もう一度言います。お金は手段であって目的ではないんですよ。何のための利益かということです。会社の存在意義そのものに立ち返らない限り、会社の SDGs ってわからないんですよ。何のための会社なのか、存在意義です。あなたは何のために生きてるんですか。あなたは何のために会社を経営されてるんですか。問われてるだけですよ。利益のためって言ってるんであれば、個人の人がお金のために生きてますって言っても全く一緒です。でこういうこと言うと、利益とかお金そんなに悪いのかって言われるかもしれませんがね、沖縄の人にはやりやすいですね。もういいって考え方があるんだから。大事じゃないなんて言ってないんです。もっと大事なものが存在するということです。順番を間違えるから経営が間違うんです。ずっと私はいい会社とは何かということで10年鎌倉投資でやってきて、いろんな会社さんを拝見してきました。この順番が間違っている会社は持続可能にはならないということをずっと見てきました。それは上場企業であっても中小企業であっても変わりません。これからの時代は大きいか小さいかじゃないんです。皆さんが皆さんの中で素晴らしい経営をしていただく、素晴らしい生き方をしていただく、
その根底にSDGs というものが存在するんですよ。取ってつけたようなものではないっていうことをまず認識していただきたいな、そういうふうに思うんです。外部環境は大きく変化してきました。今年の一番の大きな経済界での話というのは、アメリカの経済界でとうとう株主第一主義というものが終わったということです。今年の8月にアメリカの経済界が何と言ったかというと、今までは会社は株主のものである、そういうふうに言ってきたんですが、なんと全てのステークホルダーに対して貢献するのが会社の役割であると言ったんです。言い切ったんです。初めてです。これね、注目しててください。アメリカずるいですからね。何がずるいかっていうと、もうこんなのずっと前から日本は言ってるわけです。三方よしの国だから、全てのステークホルダーに応える当たり前のことじゃないですかってずっと言ってたんですけどね。アメリカずるい。我々がグローバルのリーダーだっていうことが得意ですから、これもう手のひらひっくり返したかのようにずっと言ってきたかのように言いますよ。彼らは間違いなく我々がリーダーである、こういうことを言い始めた。だって日本人は日本語しか喋れないから英語で伝えることできないだろうみたいなことを言い始めるわけですよ。世界に対して初めて発信したのはアメリカだと言い始めます。彼らはそれだけ速いです。スピード感が、そしてリーダーシップがある。だから気をつけてくださいね。これずっとこうここに書いてあるね、1番目から5番目ね、一番大事なのは顧客で、2つ目が従業員で、次が取引先で、その次が地域社会、そして5番目が株主。これ言ったのを世界で最初に言ったの法政大学の坂本先生ですからね。もう退官されましたけど、日本で一番大切にしたい会社っていう本を書かれたあの先生が一番最初に言ったんです。あの先生のおかげで僕は鎌倉投信っていうのを作ったんです。でもね、アメリカずるいです。外資系の金融機関にいて分かります。すぐ自分のものにします。だからそれぐらいスピード感で変わってきますからね。もう一つちょっと紹介をさせていただきますと、先ほどご紹介した関西の財界セミナーで、関西の経済界のドンである松本会長がこう言いました。経済団体も事業性ばかりでなく、ね、社会性も指導していく必要性を感じた。その意味で第6分科会は面白く聞かせてもらったって言ってるんですが、ちなみに私は第6分科会に出ていて、社会性にして論じてに対して社会性に対して論じてるのは私だけです。ですからテレビ大阪の番組でずっと僕の話が流れてました。こうやって徐々に外堀っていうのは埋まっていきます。で、私がいたブラックロックという会社のフィンク会長が言ったというか、日本の400社に出した書簡がこの書簡です。日経ビジネスに出ているんですけれども、ちなみにあのブラックロックという会社がどれぐらいの大きさかというとですね、世界最大の運用会社です。世界最大の運用会社がどれぐらい大きいかっていうとですね、ブラックロックが運用している金額というのは日本の GDP よりも上です。日本円で金額表示すると約600兆円運用してます。これが何するか意味するか分かりますよね。お金が余ってるんですよ。余ってるところには富の偏在っていうことをちゃんと知っていただきたい、そういうふうに思うんです。
怖いですよ。お金持っている運用会社が動き出すとどうなるか。国家権力が私的なものになったと思ってください。つまり日本政府よりもお金持ってるわけですよ。ですから投資をしないっていう判断をされると困っちゃうんです。この人たちが何を言い始めたかっていうと、 ESG 投資というのを言い始めました。 ESG 投資っていうのは何かというと、 E 環境です。環境に配慮していない会社には投資をしません。2つ目 S 社会、社会に対してアクションを起こせない会社に対しては投資しません。で3つ目ガバナンスですね。ちゃんとコーポレートガバナンスを機能させてくださいっていうことで、この3つを言い始めたんです。この ESG 投資っていうもの自体が世界でどんどん増えていってるっていうことを、そして日本がどれだけ遅れてるかっていうのが、まあ、このグラフなんですけれども、世界全体のお金の運用というのは約2500兆円ほどあります。まあ、そのうちの600兆円をね、ブラックロックが運用してるというのはすごいことなんですけど、ね、でこの 26.3% というこの数字は何かというと、ESG 投資の割合ということになります。でそれに対して日本はまだ 52% あ ごめんなさい52兆円、約 3.4% 始まったばっかりです。ですから SDGs も含めて投資の世界でも環境と社会っていうものがテーマになって動き出してるっていうことは知っておいていただきたいんです。それじゃだけじゃなくて、実はもうあの投資の世界でいうと、投資から手を引くっていうダイベストメントっていう流れが動き出しています。これは去年の日経新聞のトップを飾っているんですが、これは何かというと、化石燃料、いわゆるメジャーとか言われている大手の原油関係の会社さんですね、そういったものから手を引きますっていうことがアメリカの流れになってますっていうことです。日本でももう任意団体が2つ立ち上がりました。これ化石燃料から手を引くっていうこと、投資から手を引くっていうふうになると、開発が遅れ動きが遅くなります。この流れが今どこに向かっているかだけちょっとお話をさせていただくと、次は矛先はどこ行っているか皆さんお分かりですよね。ハイプラですよ。マイクロプラスティックの問題、海洋プラスティックの問題、そういったものがもう世界でニュースになっている状態なので、今はもうダイベストメントはプラスティックの製造会社に向かっていってます。これは避けられないです。ですから企業は変わっていかなきゃいけないんです。変わっていかなかったら残れないです、これからの時代。その前置きの中で SDGs っていうもの自体をしっかり捉えていただきたいって思っています。このね、17の項目、これ自体は多分、ご覧になられた方多いと思うんですけれども、この17項目なんか可愛らしいデザインですね。このデザインを描いた方が、ヤコブさんという方なんですね。SDGs のこのロゴデザインを考えたデザイナーさんなんですけど、今年の6月対談をさせていただいてます。ちょうど来日をされていたので、で、ヤコブさんはですね、こう左側の一番左端ですね、左端の方がヤコブさんっていう方です。でこの方もね、スウェーデンの方なんです。ですから社会性、環境問題、そういったものに関してですね、やっぱり進んでるのが今北欧ですね。明らかに進んでます。先ほどのクレタさんも
ね、スウェーデンの方でした。ですからこれからね、留学生を出していくとか海外に学びに行くっていう風になるんであれば、スピード感とか規模感っていうものを追いたいんだったらアメリカに行ってください。社会や福祉、環境、そういったものを学びたいんだったらヨーロッパ行った方がいいですよ。特に北欧、これはもう間違いなく対極状態になってます。そういった中でヤーコブさんと対談をさせていただいた時にいろんな話が出てきました。で、いろんな話が出てきたんですけれども、知っておいていただきたいのは何かって言ったら、ね、SDGs 本物になれない理由、ね、企業さんが SDGs をやってですね、よく最近ゴールドウォッシュとかグリーンウォッシュっていうふうに言われます。特に大企業が言われます。で、なんでそういうふうになってしまうかっていうと、ポイントはですね、まず動機づけです。動機づけが内発的なのか外発的なのかっていうところになります。外発的っていうのは何かって言ったら、 SDGs なんかやらなきゃいけないみたいだねなんかやってないと社会的にも言われるからとりあえずやってみようかみたいな、取ってつけたような SDGs がよくあるパターンです。ですから本来で言えば内発的動機から来るものです。皆さんよく言うじゃないですか、社員さんに対してね、いや取ってつけたようなことやるなんて、お前は何のために生きてるんだっていうふうに言ってるはずなのに、会社になるとね、なんか取ってつけたようなことやっちゃダメなんですよ。だから言ったじゃないですか、会社の存在意義がわからないと内発的動機なんか出ないんですよ。自分たちの存在意義をもう一回見つめ直さない限りにおいて、ゴールウォッシュとかグリーンウォッシュって言われちゃいますよ。気をつけてくださいね。あと大切なことは、企業の強みに変えるっていうことができるかできないかっていうことになります。これはアメリカのマイケル・ポーター先生が言ってますけれども、 CSV、 つまり CSV というのはクリエイティングシェアードバリューというものなんですけれども、共通価値をどうやって作っていくんですかっていうことになります。すべてのステークホルダーを巻き込んで共通の価値を見出していくっていうことを作り上げていく、作り上げていけば結果的に企業の強みになっていく。ここまで持っていかない限りにおいてボランタリーな活動にしかならんっていうことですよね。どういうふうにアプローチしていくかっていうのは問われています。もう海外の企業ではすでに海洋プラスチックそのもの自体を、ね、製品の中のリサイクル部分、つまりリサイクルのプラスチックによって作っていこうなんていう流れはもうとっくのとに動き出している。じゃあそうじゃない製品を買うのやめようかっていうことで消費者は活動していきますよ。じゃあ皆さんはどうされるおつもりなんですかっていうことを聞かれてると思ってください。一朝一夕じゃできないんですよ。なぜかっていうと製造プロセスの中に入れていかなきゃいけないわけですから。でもできるんですよ。 1% でも入れるっていう行為はできるはずなんです。要はやるかやらないかということは企業にとって大きな違いであること。いや我々も当然やってます。まだまだ努力は足らないけどやってますっていう会社か、それともあそういうのあるんですね、いやでも所詮消費者の方々っていうのは価格ですよね、ごめんなさい、価格でしか選ばれない会社になるんですか。価格でしか選ばれない会社になるのは自利品ですよね。価格で選ばれない、つまり高くても買いたくなるような製品にサービスにできるかどうかっていうのは心で決まる。もう一つ、自分の言葉になってるかどうかですね。なんかこういうことやってほしいじゃないんですよ。
自分たちはあり方としてそういう企業になりたい、だからこそそういうものに関心を持っている、そうじゃなきゃいけないです。だからアプローチとしては自分たちの存在意義そのものに対してアプローチする必要があるんです。この17項目は結果だと思ってください。自分たちが環境や地域に配慮をしていった結果的にやっている行為がこの17で当てはめるとここだっていうだけの話ですよ。本気でやってる人たちは何番をやろうっていうことじゃないですからね。知ってることは大事ですけど、本業の延長線上に必ず社会と地域はつながってるんですよ。社会と地域から切り離されている活動なんてないんですよ。それに対してどう向き合うかっていうこと自体が問われてるっていうことを知っておいていただきたいんですね。ちょうどこの週末もリーフデーというのがあって、私も参加させていただきました。この会場で沖縄の若い人たちと一緒になってセッションをやらさせていただきました。その時に私も大好きな仲間の社会課題を解決するための企業をやっているボーダリスジャパンの田口さんがこう言ってます。 SDGs とは何かって言った時に、ビジネスにもルールが必要だっていうことを言ってるんです。最低限のルールが必要だよね。意識の高い会社さんは実は当たり前のことが書いてあるんです。だから私がよく言ってるんですけれども、 SDGs に書いてある当たり前の17項目ができているできていないかが問題じゃないんですよっていうことです。当たり前のレベルを上げるっていうことがすごく大事だっていうことです。もう一つは何かというと、こんな当たり前のことがこの地球上で達成できてないんだっていうことに驚いてください。知ってください。できてないんですよ。だから皆さんが手を取り合ってやっていかなきゃいけないんです。ほとんどの課題は自分たち一人で解ける課題ではないんです。にもかかわらず私は何番できてますと大手企業がやります、大企業が、一部上場企業が言うんです。アホかって。解けてるんだったら誰も困ってないですよ。自分たちの視野が狭いの、自分たちはバカですって言ってるのも変わんないですよ。恥ずかしくありませんかって言って、いつも上場企業の社長さんに怒るっていうことをやってます。だってそうじゃないですか、そんなにあなた視野狭いんですかって。できたできてないじゃないですよ。みんなで一緒に2030年までにこれを達成しようと思うことですよ。もっと良くしたい、もっとより良くしていくっていうことが求められてるっていうことを知ってほしいんです。あともう一つ、世界ではもう当たり前になってます、自分ごと化されてますが、日本だとね、こうバッチつけてるとね、知事もおっしゃられてましたけどね、つけてるってね、日本では意識高い系って言われちゃうわけですよ、つけてると。これも完全な他人事です。他人事、なんかね、そんな格好つけてるよねみたいなね、まあ、他人事になってるわけです。いや、そんなんじゃダメですよ。もう世界は自分事です。だから皆さんは今企業のレベルでお話をさせていただいてますけど、個人も一緒ですからね。冒頭お話ししたグレタさんの話を思い出してくださいよ。皆さん一人一人に対してグレタさんは言ってるんです。皆さんの生き方で社会は変わるんですよ。僕もずっと言ってます。
3.11 震災の後、電気みんな消しましたよね。なんで明るくしなきゃいけないんでしたっけ。そんなに東京でずっと僕言ってます。戻すから、需要があるからって電力会社が作んなきゃいけないってなるわけでしょ。もうやめましょうよ。消費を呼ぶための活動ばっかりするのは。もう違う社会に持っていかなきゃダメなんですよ。大量生産、大量消費をする時代を作っていってたら、グレタさんはまた怒るだけですよ。悲しむだけですよ。そんな社会にしちゃダメじゃないですか。少なくとも彼ら彼女らのため、もしくはまだ見ない、まだ生まれてきていない子供たちのために、何ができるかを一人一人が考えることが SDGs ですよ。その生き方そのものが変わらないから社会変わらないんです。ビル・ゲイツがいくらお金出しても変わらないんです。そういった中で皆さんがやっていく方向性が変わるってことです。どういうことかって言ったら、モノサービスが飽和しているんであれば、やらなきゃいけない量刑はもう違うんです。もう損得感情っていうもの自体から、もう今は楽しみ、楽しいか楽しくないか、もうそういったもので決めていけばいいんです。価格競争からもう巻き込まれないようにしていくためには、人間の趣味的領域に行くんです。人間って合理的な判断しないんですよ、ね、合理的な判断を人間がするんであれば、ちっちゃい家でいいんです。ちっちゃい車でいいんです。個人で車なんか持つ必要もないんです。そんな社会はみんな息苦しいと思うから、趣味の領域で戦うということすごく大事です。みんなが大好きになるようなもの、そういったものを作っていかなきゃいけないんです。そうしない限りにおいて、ずっと価格競争して自利品なんです。間違いないです。なんでかって言ったら、日本円というものは30年間デフレを引き起こしてきました。正確に言えば、国外に流れていくインフレだけが起こってきました。不健全なインフレです。健全なインフレ起きないんですよ。なんでかって言ったら単純です。それを国民が許さないからです。安ければ安い方がいいと思ってる。安ければ安い方がいいと思っている社会はどこに導かれるか、単純ですよね。弱いもの、弱者が苦しむ社会に行きますよね。だって大手メーカーが作ったもの、利益を出すためには原価を下げなきゃいけない。原価を下げるって言った時に圧力どこにかかるんですか。ペイペイが蔓延してます。ペイペイが 10% 引き、20% 引き、100億出します。どっからお金出るんですか。一番弱い人からですよ、圧力がいくのは。誰一人取り残さない社会を作っていくために必要なことというのは、皆さんがもっと付加価値を、つまり高くても買いたくなるようなものやサービスに移行していかないけ、変わっていかなきゃいけないんですよ。その変わっていくことをやめてしまってるんです。今思考停止してるんです。今までやってきたことの中で見出そうとするんだけれども、変わらなきゃいけないです。変わる方向性を示してくれてるのが SDGs だと思ってください。みんながワクワクするようなことをやっていかなきゃいけないです。僕は50歳ですけれども、僕が学生の頃は環境問題といったら水俣病、痛い病、公害でした。今の若い人たちが教わっているのはリサイクルです。
僕が知ってる会社がもう営利企業で高校の教科書に載っています。そういう時代です。その会社はプラスチックゴミをエタノールに変える会社です。今の高校生たちは社会に出るとこう言います。学校の授業でゴミは出ないって聞きました。なんでこの会社ゴミあるんですかっていうふうになっていきます。今もう東京ではこうなってます。大企業離れが進んでいます。圧倒的に環境に配慮している会社やこれからの次の時代を見据えた会社に人がどん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 移っていってます。これからの会社っていうのは明らかに儲かっている会社が残るわけではありません。潰れていきます。なんでかって言ったら人材が取れないからです。今政府を挙げて外国人労働者とか言ってますけれども、残念ながらそんなに魅力的な日本にはなりません。このままいけば外国人が来なくなりますよ。国際競争力ないから。ないです。残念ながらもグローバルベースで見たとき変わらなきゃいけないです。変わっていかなきゃいけないです。どっちの方向に変わっていくかって言ったら、やっぱり環境問題や地域の課題を解いていく会社、そういった会社が選ばれていくんですよっていうところ変わらないんですよ。そのために必要なのは自分ごとにする力です。皆さんが自分ごとにする力がどれだけあるかっていう話です。大きい会社も小さい会社も今日はいらっしゃると思いますが、大体それは大きい会社ができるっていうふうに必ず言うので、小さい会社の例をこれから言います。長野県の稲谷というところの田舎にあるケーキ屋さんのお話です。そこで殺傷事件が起きました。子供が親を刺したというやつです。次の日の朝、ケーキ屋さんの主がパティシエである社員さんたちに向かってこう言いました。あれは我々の責任だと言ったんです。自治会の長でもありません。自治体の長でもありません。続きます。もし昨晩あの家庭にうちのケーキがあったら、あんな事件は起こらなかったはずだ。だから我々の責任だと言ったんです。これが自分ごとにする力です。それをきっかけに彼らは夢ケーキというのを始めました。子供の夢をケーキにするというものです。その条件は、子供の夢をケーキにするための条件として、お父さんとお母さんの夢も書くっていう、そういった条件をつけました。日本中からそのケーキを作ってほしいということで訪れる人が増えました。こんなことが起こります。イルカと泳ぎたい、そういった絵を描いた子供、その子供は足が障害を持っていて泳げませんでした。自分の夢がケーキになった時に彼女は感動して
数年後に写真が送られてきたそうです。本物のイルカと泳いでいる子供の写真が送られてきたそうです。ケーキができるんだったら自分もできるかもしれない。一ケーキ屋さんでこんなことができるんです。自分ごとにすれば。そのケーキ屋さんは日本中からたった数百円のケーキを買い求めるんですよ。何万円も交通費をかけて。できないことなんて何もないんですよ。世の中は簡単です。やる人かやらない人か、そんだけですよ。だから皆さんに必要なのは何かって言ったら、自分の本業をどれだけ拡大して解釈できるかっていうことを問われてるんです。そういう会社さんが世の中でいい会社って言われてるんです。地域に愛される会社になってるんです。やっぱりこれから事業を営んでいく上では共感と感動が大事なんです。私が提唱している八方よしの経営っていうのは何かって言ったら、全てのステークホルダー、そういう人たちを巻き込む力です。壁を取るんです。株主というのはこういうもの、ね、国というのはこういうもの、なんで対立軸に置くんですか。社員だってそうです。給与泥棒を作るんじゃないんですよ。お互いで価値を生み出す人たちじゃないですか。なんで一緒にできないんですか。共通の価値を見出せばいいんですよ。どうやったら一緒にそういったものを作れるか。先ほどのケーキ屋さん、社員さんたちは徹夜で作るんですよ、ケーキを。しかも最初の頃は無償で、残業でも何でもないんですよ。やりたいからやるんです。人が喜ぶ株を見たいんですよ、みんな。自分たちは役に立ってるって思いたいんです。そこに対してきちっとアプローチしてるかしてないかっていうだけなんですよ。その美しさ、美意識そのものが会社の企業価値です。そういうことを作り上げることによって社員さんたちの人間力が上がっていくんです。お金だけを目的にしている社員が減るんです。本当に大切にしたいものを大切にできる状態ができるんですよ。社員を巻き込んで、地域を巻き込んでできるのは SDGs というキーワードを使うことによってうまく構築できるんです、今の時代。だって競い合う競争から、作る、共に作る競争へってずっと言ってるじゃないですか。競い合う競争から共に作る競争に行くために必要なことは何かって言ったら、壁を取って全ての人を巻き込んでいく力ですよ。その力をやっぱり持ってほしいんです。で、その壁を取ってほしい。壁を取っていくっていうことはどういうことかっていうことをちょっと申し上げます。ね、これから感性の時代がやっていきます。感じる力がないとわからないです。なぜかというと AI の時代はどん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 感性の部分が、働かない部分は取って変わっていきますから、意味がないです。人間がやっていく活動の中で感性を生かしていかないとダメなんです。で、ちょっと北欧のフィンランドに行ってきたんでね、そのヘルシンキの隣にある、新しい最新の図書館がこれなんですけど、で、感性を揺さぶるようなこの船の底をしたような形ですね。で、図書館ですから本を読みながらね、外の景色が見える大きな窓、そして
この子どもたちが遊べるスペース、ここが大事なんじゃないんです。これからの時代大事なこのお手洗いです。お手洗い、男女共用です。もう壁がないんですよ。多様性の時代の中で壁を取らない限り、アメリカのようになりますよ。 LGBT 向けに第三の扉を作るんです、アメリカは。ね、何せトランプ君が壁が大好きなタイプなもんですから、壁を作り続けるわけですよ。時代は逆ですからね。今行こうとしているのは壁を取りに行く 方向ですよ。だって多様性の時代に全部違うって言ったら全部壁作んなきゃいけなくなるわけですよ。多様性を受け入れるっていうことは壁を取るっていう方向に行かなきゃいけないんです。だから北欧はそっち側にもう移っていってるんです。そうすると素敵な副産物が生まれるんです。何かって言ったら、お父さんお母さんが子供3人いておむつ替えるのに別々でやらなくて済むんです。今東京どうなってると思います？男性のところにおむつ替えるところがないから困ってるんですよ、トイレなんか。そんなことを議論してる場合じゃないですよ。もうトイレ1個にしちゃえばお父さんお母さんが一緒になって手伝えるんです。だからもう最初の頃反対とかあったんだけれども、今副産物が素晴らしいから誰も何も言わなくなるんですよね。そういう時代です。で、モアイの話をします。ちょっとイントネーションが合ってないかもしれません、ごめんなさい。ちょっとで、モアイがモアイなのかモアイなのかちょっと、モアイですね、はい。モアイなんですけど、何かっていうと、これからの時代は共同組合、組合が重要だっていうお話をします。これ何かっていう と、組合がユネスコの無形文化遺産に2016年選ばれています。この理由は何かって言ったら、やっぱり一番大きいのはステークホルダー間の壁を取っている組織だからです。お金の出してお金の受け手が同じなんですよ。こういうこと自体が備わっているから、実は尊いものだというふうに言われています。ですから、これからは壁を取る時代であるということを覚えておいてください。銀行も変わろうとしてます。これね、すごいですよ。 GABV という団体があって、これは何かというと、世界のソーシャルバンクと言われる、団体がですね、 GABV という団体です。ここが全世界で55の銀行をソーシャルバンクとして選んでいます。なんと日本では第一勧業信用組合というところのみが選ばれています。聞いたことないでしょ。東京の小さな信用組合です。組合の時代です。なぜかって言ったら、組合は地域から逃れられないからです。地域を豊かにするのが組合の目的だからです。銀行はね、これからどんどん変わっていきます。今このソーシャルバンクの中でイタリアの銀行なんかどうなってるかっていうと、もう先ほどダイベストメントという話をしましたが、預金するでしょ、みんな銀行に行って、ね、預金するときに融資先がもう選べます。環境に配慮している企業に対して融資してください。なんと金利も選べます。上限金利からゼロまで選べます。ゼロにすると基本的には融資金利がゼロになります。そういう仕組みです。そうやって社会は変わっていくんですよ。時代は変わっていくんですよ。変化に気づかないと取り残されますからね。まあどうでもいいんですが、うちの会社が第一貫社さんと包括提携結んでるのは、この写真は置いといて、この時代、多様性の時代がやってきてますね。大きなパラダイムの変化です。何かというと、今まではね、組織のための子でした。大企業に入って、その下にいれば自分も成長できる、ね、高等成長期はそうだった。でももう残念ながらこの時代です。皆さんお分かりでしょう、ね、SNS から始まって
副業も OK になってきました。まあ、そういう時代です。今人をこう採用していく上で、まあ、大きなテーマになっているのは都会にいる副業人材いかに掴むかですよ。今テーマはいかに地域に連れていくかっていうこと。どこでも働ける時代がやってきましたんでね。で、組織のための子から子のための組織になってきました。で、一番わかりやすいのはね、リクルートスーツがわかりやすいですね。就職活動してる時にみんなリクルートスーツ昔着てたでしょ。今もうリクルートスーツを着てると個性ないね言われる時代になってきました。東京ではつまりそうやって変わっていくんです、時代ってね。この時代になると2つに分かれます。わがままな子と自分を律することができる子と、こう2つに分かれます。わがままな子になると、まあね、ずっと出てますけど、アメリカのトランプちゃんとか、まあ、東芝の件もそうです、関西電力の件もそうです。で、単純に自分を律する力がない人たちってああなります。で、若い人たちも一緒です。 SNS でいろんなふざけたもの流してたでしょ。あれ自分を律することができない子ですよ。この時代に必要なのは何かって言ったら、個人の自立と共同体感覚、つまり自分を律する力とつながっているという感覚を持つことが大事だということです。この自分を律する力と子が共同体感覚を持つということは大事だって言っている資料をちょこっとだけ先行って流させていただくと、兄弟総長の山際さんが、知ってますでしょ、ゴリラの研究してる人ですよね。ゴリラの研究をしている人、ゴリラとチンパンジーから比較して人間とは何かっていう話をしてるんですけれども、人間っていうのはね、言いますよ、工業製品ではないんですよ。工業製品ではないです。みんな違ってるんですね。スマホやインターネットっていうものが普及した時に何が必要とされるかって言ったら、個人は誰も変わることができない自律的な存在です。だからちょっと省略しますけれども、家族と共同体の重要性を再認識し、そして共感力を用いた信頼できる仲間づくりを心がけるべきですよ。つながることがすごく大事ですね。つながっていくことは大事です。だから我々は共感というのをテーマにしています。で、もう一個ちょっと申し上げるとね、これはマイクロソフトの CEO をこう言ってます。他者に共感する力を AI が身につけるのは極めて難しい。だからこそ AI と人間が共生する社会において価値を持つ。 AI が普及した社会で一番希少になるのは他者に共感する力を持つ人間だと言ってるんです。だから皆さんが共感力を鍛えて用いて、その中自分たちが何のために存在しているのかって言った時に、必ずそこには地域や環境問題、必ずそばにあるはずです。大手企業の人が、ね、こういうこと言うんですよ。我々はシングルマザーの生活が気になってるから、それを支援したい、どこに相談すればいいんだろうかみたいなことを言う時があるんです。まあ、それはそれでいいんですけど、実はね、それよりも前に自分たちの社員の中にいるんですよ、困っている人たちは。家族や家族の親戚も含めて必ずいるんです。近くにいる人たちに対してきちっと向き合わない人たちが、取ってつけたようなことをやるとまたゴールウォッシュやグリーンウォッシュと言われるんです。だから自分たちの存在意義高めていきましょう。共感力を作っていって、そうしないと AI の時代に残れない人間になってきますよ。 AI というのは本来人間しかできないことが何かっていうことを教えてくれるわけです。その共感力を用いた自分たちの在り方を作り上げていくっていうことはすごく大事です。
残念ながらもう終われというサインが出ましたのでこれで基調講演として終わりたいと思います、ご清聴どうもありがとうございました。